12歳は、前田直による日本の漫画、チャオにて2012年9月号から2019年11月号まで連載された。単行本は全20巻。関東にある小学校を舞台としており、その学校の6年2組のカップルたちの学校生活を中心に12歳の淡い恋と友情を描いている。二千十三年には、辻美ゆ紀によってノベライズされ、 チャオ2014年5月号で付録 DVD としてアニメ化された。チャオ2016年3月号にてテレビアニメ化が発表され、12歳。ちっちゃな、胸のときめきのタイトルで、第1期が2016年4月から6月、第2期が10月から12月まで放送された。2019年、第64回小学館漫画賞児童向け部門を受賞した。大人でもない。 子供でもない。子供の小学6年生、綾瀬花人、青ゆいと、愛原過去の学校生活を中心に淡い、恋愛模様、友情を描いた、センチメンタルストーリー。声優は、OVA ゲーム、本当の気持ち、テレビアニメゲーム、恋するダイアリー、とろけるパズル、二人のハーモニーとして一つしか表記がない場合は、共通する。 さらにボイスコミックの担当声優がいる場合は、括弧書きで記述している。円は実写版とする。チャオ2014年5月号より付属されている DVD、チャオチャオ TV に収録。キッズステーションのチャオチャオ TV ステーションはでも放送されている。2018年より YouTube 公式チャンネル、チャオチャンネルにて、全話無料公開中。12歳。ちっちゃな。 胸のときめきのタイトルで2016年4月より12月まで東京 MXATX 他にて放送された。6月までファーストシーズンを放送し3ヶ月の再放送後、同年10月から12月までセカンドシーズンが放送された。テレビアニメの放送に合わせて宝トミーから各種キャラクターグッズが発売されている。チャオの黒 DVD チャオチャオ TV にて、 2015年9月号に花火編、同年12月号に結編が収録。キャストは上実。12歳。ちっちゃな胸のときめきに関するカテゴリー。12歳。本当の気持ちに関するカテゴリー。12歳。恋するダイアリーに関するカテゴリー。ありがとうございます。